し。はい、お疲れ様です。仕事終わりました。よいしょ。 OK。 こうなんでさ、信号待ちしとって対向車が左ウインカー出しとるのに、青になった瞬間対向車線の右折車が先にブイーンって行くんかね。全国どこでもそういう運転する人おると思いますけど、あれいかんよほんま。そうそう、しょ、我先に我先にね。今僕の前軽トラ走るんですけども、いやー仕事が終わった。今ね時刻が5時50分です。今日はね遅くなりました。はい、もう今日ね五代夏子通り越して A 六助でした。はい、6台走りました。6台。うん、しかも廃材持って帰ったのが6台で、その他にもコンテナ設置2台走っとるんで、合計まあ8台、8現場巡りました。今日はようかけったわ今日は。うん、まあ今からフォレを寄ってちょっといるもの買って帰るんですけど、あれがいるわ、コバエコナーズ。え、コバエコナーズかいね、ありますよね、あのスライムみたいな形した、こんな頭がこんなやつ、赤いなんか蓋がこんなのがついてるやつ、あれ買って、あとはティッシュもいるし、うん、あと水、そう買うもの結構あるな。うん、まあそんな感じでフォレオでいつも通り買い物をして帰ります。今日朝も通勤動画でだべってきたんですけど、まあそれはまた今度アップするかな。今日は、今夜はこの動画を撮ってもすぐ家に帰ってアップロードしたいと思います。もうノーカットでもうそのままアップするんで無編集、いつもながら無編集。はい、いやいや思ったんですよ、毎日さ毎日投稿しおると、まあネタとかさ、まあ、話すことも必要じゃないですか、いろいろ考えるんだけど、毎日同じルーティーンなんで、そう、だからね、特に変わったことも大きいし、うん、じゃし、思ったんですけど、あの、皆さんも、あの、ジーコチャンネル毎日投稿待ってくださってると思うんですけど、そういう方いらっしゃると思うんですけど、私もね、私も、こう、皆さんの前でこうやってお話しするのをね、ちょっと毎日楽しみにしているというか、私も待っているというか、そう。ちょっと日本語おかしいかな。私も皆さんのことを待っているという。ええ。そういう感じなんでね。まあ別にもう、話す内容なんかどうでもええわと思って。そうそう。もう思いついたことを喋ろうと思ってね。うん。今日起きたこととか、これから、ね、買い物行くよとか。そうそう。平然そんなんでもいいわって。毎日毎日ネタがあるわけじゃないし。そうそう。しゃあ。よーし。ああ、左からビッグスクーターが行こうとしたら危ない。意味わからんよね。俺が新、ね、踏切で一旦停止、一時停止しとるのに、その横にスーッと来て、そう。で、私が前に出るのをまた待って、結局私の左後ろをなんかチラチラ走ってますけど。見えにくいよね、怖いよね、夜の運転は。俺夜の運転ほんま嫌い。今も山陽道を走って帰ってきたんですけど、もうずっと左車線ね、70キロぐらいで車の流れに沿って、そう、この時間帯ね山陽道車多いですし、滋賀から広島東の間乗って帰るんですけど、まああの間ずっとね下りなんですよ、トンネル出てから。そうだからね、左をずっと、まあ交通量多い中ね70キロで帰ってきました。はい。もう東インターの手前、折口の手前になると、もう左側はね、65キロぐらいまで、下手したら落ちる時もあるんで、こう、車間がどんどん詰まってきてね、うん。結構みんなギリギリで入るんで、そのためにみんながブレーキ踏んで、どん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 スピードが落ちていって、結構危ないんですよね、あっこ、この時間帯。うん。
いやー疲れましたね、本当。今日まだ水曜日でしょ。うん、とてもじゃない、ちょっと板金する気になれんね今。初日こそね、そうそう、材料買ってさ、ヤスリとかペーパーとかプラサフとか買って、まあ水溶きまでしたんですけども、それ以降まだね作業ができておりません。まあぼちぼちやっていきます。視聴者の方もコメントでね、ぼちぼちマイペースでやれるときにやってくださいって言ってくださっているんで、はい、お言葉に甘えて、はい、そうしたいと思います。まあ焦ってやってもねいいことにならんし、うん、多分ゆっくりやってもいいことにならんと思うけど、どっちにしても素人がやるんで。まあゆっくり時間があるときにやろうと思います。年末に向けてまた仕事も忙しくなるしね、なるべく疲れもためんようにせにゃいけんのんで。はい、じゃあフォレオ到着ですよ。怖いね。そうそう、この間の試合でね、息子がホームランね2本打ったんですけど、そう、初ホームラン、一応ね4年生のうちにホームラン打ちたいねっていう目標を2人で実は立てていたんですよ、ひっそりと。そうで、まあどうかなって思ったんですけど、なんとか打ってくれましてね、はい、でそれでまあご褒美じゃないけどね、そうそう、まあ初ホームランということで、なんか欲しいもんあるって言ったら、まあ、野球道具選ぶんかなと思ったんですよ。そしたらなんかね、アメリカのおもちゃかな、あれ、スポンジの弾が出る銃があるじゃないですか。ショットガン、ショットガンじゃないです。結構大きめのやつ。長さが40センチぐらいかな。そう、あれが欲しいと言いましてね、ネットで。まあ、2600円ぐらいだったんですけど。うん、まあ、それを買って、そう。で、それの今、段ボールが後ろにね、乗っとるんですよ。空き段ボールが。そうで、この段ボールをちょい塗装するときにね使おうと思って、捨て拭きとかやっぱするじゃないですか。そう、そういうのにちょっとシュシュッとこの段ボールに向けてスプレーしようかなと思いまして、はい、今ね後ろに段ボールがちらっと見えたんで、何の段ボールやーってねまたコメントで言われちゃいけんので、そうそう、先に説明しておきました。よいしょ。はい、ちょうど今止めようと思ったとこの後ろ、じいちゃんばあちゃんが乗っていったわ車に。ちょっとドア開いとんでこっちにします。あるあるですよね、止めようと思ったらその隣の車がね、車に人が帰ってきて、でゆっくりゆっくり荷物を乗せるというね。よくあることです。あ、バックでします。車が下がります。ご注意ください。ピピピピピピ。車が下がります。ピピピピピピ。バックでします。じゃあちょっと買い物してきましょう。はい。いやー本当はね、1000円カット行きたいんですけど、ちょっと今日は時間がない。俺宝くじやったことないんですよね。2回ぐらいしか。当たるんかな。いいね。はい、買ってまいりました。よいしょ、ちょっと暗いですね。ざっとというか大したものは買ってません。はい、カープティッシュがいくらだった？これ結構高かったよ。349円もしました。はい、そしてこれ雪の宿、みんな大好き雪の宿。はい、そしてこちらが、ビニール、プラスチックコップですね。こんなもん100均で買えば安いんですけどね、100均に歩いていくのがちょっと大義くて、
ウォンツで買いました。これが217円。何個入ってる？これ10個で217円です。高い。これなんでこれ買ったかっていうと、デーブ大久保さんの YouTube チャンネルで、サブチャンネルかな、あれは。飲み動画上げられるときに、いつもね、こういうプラスチックの容器に氷入れて、で、お酒飲まれてるんですよ。あれ見てね、なんか、あ、美味しそうだなと思って。そう。なんか、洒落てからタンブラーとか使うより、こんなやつで十分じゃんと思って。で、洗わんで済むし。そう。いいなと思って。すぐ僕真似するんで、真似師なんで。はい。真似師の三重春なんで。はい。でしょ？まあ、あとまあ、タコハイ。タコハイを、これに注いで飲むわけですよ。いいでしょ？うん。と、洗顔ね。洗顔。はい。洗顔はこれを使ってます。あとは、渦巻きソフト。あ、これ溶けるね、早くやらんや。渦巻きソフト。これ、ウォンツ安いんですよ。248円です。渦巻きソフトと、最後これ。これを一番欲しかったの。コバエコナーズじゃなかった？コバエがホイホイってやつだったわ。はい。これ買いました。コバエがホイホイね。これを設置して、コバエがね、ちょっとね、最近2、3日ちょっと飛んでるんで、そう。なんででしょうかね。ということで、本日のお買い物は合計2341円でした。はい。いやいやいや。まあ、コバエコナーズと、コバエホイホイと、あと、あれが高かったな。洗顔がね。うん。いやいや。帰りましょう。はい。疲れました。お疲れ様です。世の中のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お疲れ様です。帰ります。